ケルヒャーはドイツ南西部のバーデンビルテンベルク州、ビンネンデンに本拠を置く清掃システム、機器を販売製造する会社、並びに同社が製造販売する製品のブランドメーカーである。発明家のアルフレート・ケルヒャーによって1935年に設立された。現在では欧州だけでなくアメリカ及び中南米、アフリカ、オセアニア、アジア諸国などに グローバル発展を目指して事業を拡大している。日本法人は1988年に設立されたケルヒャージャパン株式会社で日本においては高圧洗浄機やスチームクリーナー、窓用、バキュームクリーナーが有名である。ホームセンター、家電量販店への家庭用品ルートと業務用品ルートに分かれている。家庭用品の市場シェアは65%である。その日本法人、 ケルヒャージャパンが2018年に誕生30周年を迎えた。ドイツビュルテンブルク地方で生まれたアルフレート・ケルヒャーは1935年、バート・カンシュタットに会社を創立し、当初は航空機エンジン用ヒーター等を製造した。1950年にヨーロッパ発の高温高圧洗浄機 DS350 を開発し、特許を取得。1959年に アルフレートが救世した後は、妻イレーネが会社経営を引き継いだ。1974年に企業カラーをブルーからイエローに一新し、事業を社の中核事業である高圧洗浄機に集中。1984年には初の家庭用高圧洗浄機 HD555 を発売した。その後製品ラインナップを拡大し、現在では清掃に関わる ほぼすべての分野に展開している。2013年には、業務用製品のカラーを、アンスラサイトグレーに変更している。2013年現在60カ国に100の子会社を、持ち、業務用、家庭用の清掃機器を販売している。日本では、ケルヒャージャバン株式会社が18番目の、現地法人として1988年に、設立された。1994年、 宮城県黒川郡大和町に本社社屋、工場を新築し、本社を移転した。国内には15の販売、サービス拠点を開設している。2017年8月7日には本社を大和町から新横浜に移転。業務用製品は主に工場、ビルメンテナンス業、ホテルレストラン業、食品製造、加工業、公共施設、自動車業、農畜産業、 建築土木業などで使用されており、家庭用製品は高圧洗浄、ホームクリーニング、ガーデニングでの使用を中心としている二千十八年、同社の日本法人のケルヒャージャパンが誕生三十周年を迎え、それを記念したキャンペーンを現在実施中、業務用製品家庭用製品、ケルヒャーでは社会貢献活動の一環としてクリーニングプロジェクトを実施しており、これまでに 世界各国で90件以上の建造物の再生、洗浄作業を手掛けてきた。日本では2000年7月に広島平和記念公園の球体のモニュメントの洗浄。2008年7月に松田川ダムの壁面をキャンバスに高圧洗浄機で汚れを落とすことで絵を描くエコアートプロジェクトを行った。2010年11から12月には国の重要文化財である日本橋を洗浄した。 これは2011年4月の日本橋家橋100周年に合わせて行われた。その他の活動として SOS 子供の村のパートナー、国連グローバルコンパクトのメンバーとなっている、クリーニングプロジェクトの主な活動実績ドイツ、イギリス、フランス、ポーランド、ジョージア、メキシコ、アメリカなどの国では、高圧洗浄機で洗うことの同義語として、ケルヒャーが交互的に使用されている。 その一例として、フランスの政治家、ニコラ・サルコジによる発言が挙げられる。サルコジは、少年が流れ玉に当たり死亡する事件が起きた、パリ郊外のラクールヌーブについて、ケルヒャーで洗浄されるだろうと宣言した。これは、すべての犯罪者や、社会的に好ましくないものは排除し、洗い流されるべきだ、ということを意味している。多くのフランス国民が、郊外から移民を連想したため、 この発言は物議を醸した。サルコジのこの発言をきっかけに、ケルヒャーするは、同志として使用されるようになった。大統領選挙の候補者であった、ジャンマリー・ルペンは、大半を移民が占めるアルジャンというの住民に向けて、あなた、方をケルヒャーしたい、排除したい人がいるようだが、私たちはあなた方が、ゲットから抜け出すのを助けたいと発言した。これを受け、 ケルヒャーのフランス法人は2007年大統領選のすべての候補者宛てに会社名をそのような意味で使用することを止めるようにとの書状を出し、新聞にはケルヒャー社としてその発言に一切関係がない旨の広告を掲載した URL 表記ではウムラウトでのダイアクリティカルマークが使えないためをあえて代替表記した綴りを用いているケルヒャージャパンに関するカテゴリー ありがとうございます。